はい、どうも、マノチです。よろしくお願いします。速報プレイやっていきましょう。はい。今回ね、久々にね、デジタル操作でバッター操作をやりたいなと思います。ミドルスピードパーフェクト、これでやっていきます。よし、頑張りましょう。で、今回やるのはね、広島。エルドレッドでホームランを打ちたいなと思います。これ、やっていきましょう。頑張ります。昨日、質問コーナーみたいなものを設けて、で、いっぱい質問来ました。ありがとうございました。よかったです。本当に。もう質問来なかったらね、札幌市にお住まいの間の内さんからの質問ですと危なく自作自演するとこだったからね。ありがとうございます。はい、質問は今でも受け付けております。よろしくお願いします。はい。答えれる範囲だったら答えていきます。さあ、やっていきましょう。いやー、今回はね、3三振してんだ。よかったね、その後打ってね。よし、やっていこう。いやー、まあ失敗ありきの動画になるとは思ってます。ちょ、久々のデジタルだからね。よっしゃ、やってみましょう。おっせ無理だろ、こんなの。なるほど、そうですよね。いやー、これはちょっと、あー、これ俺よくデジタルでやってたわ。クソむずいぜ、デジタル。どうして？落としてきましたが、これは外れます。喋りて。ちゃんとうちのね、猫のブーも応援してくれてるから。外れていきます。ちょっと待って、これは難しいぞ。一つアウトを取りました。うちのボール打った。ここはフライになっています。ふわふわっと上がる。丁寧に放っていきたいですね。強い当たり。ツーストライク。フルカウント。フルカウントになっています。なるほど、そうですね。引っ張った。さあ、そしてバッターボックスにはエルドレッドが入っています。さあ、一打勝ち越しという場面、まあ、ここは重要な局面ですからね。キャッチャーのリードにも注目したいですね。なるほど。終わった、やっと終わった。やっと終わった。いやけど、まあそれでも13、4打席とかかな、もっとやったかな、そんなにもやってないと思う。やりました。もうあれだね、アナログ覚えたらデジタルできないよ。できないできない。俺二刀流なりたいなとか思ってたけど無理無理、バッティングがもうアナログだわ。いや難しかった。いや、やりましたよ、やりました。今日ね、ソフトバンク対、どこだっけ、日ハム、ごめん、日ハム戦見てて、斎藤佑樹出てましたよ。よかったです。うん。武田勝、白村、斎藤佑樹、鍵谷かなが出て、斎藤佑樹だけ失点してないから。うん、俺の推しメン、斎藤さんが、頑張ってくれてました。まあ、あんまりね、その、素人目から見ても、まあ、力んでたのかな。あんまコントロールも定まってはいなかったですけど、まあ、力みはいい方向に働いたのかもしれないし、まあ、良かったですよ。はい、今回はここで終わろうかなと思います。あ、一応見ようか。予想、パーフェクト、俺含めの、4人、せーの、ドン。もっとみんなやろうぜ。もっとみんなやろうぜ。よし、今回はここで終わろうかな。明日は全部13時ではないね、東京ドーム甲子園が2時からですね。はい、明日も頑張っていきましょう。よし、そんじゃ今回はここで終わります。バイバイ。